どうも、こんにちは。もう一回いいですあれちょっと根性が初めて、俺がちょいちょいずらしに行ってんの分かってる。なんでそんなことするの入りづらくしたりしてる。ごめんなさい。じゃあ行きましょう。どうもこんにちは、パラシュート部隊です。はい、早めに入れたね。はい、はい、さあ今日もみんなの名で、いやもうめちゃくちゃ来てて、はい、みんなまだかなみたいな、うん、あの遅れて来てますね。そうなんです。要はその撮影と、はい、なんかこうどん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 後ろに行ってるって感じですけど、週1じゃ間に合わないぐらい来てるんですよね。うん、だからまあちょっと回数上げたりするかもしれないし、はい、まあでもまあまだ20ポイントいってないんで、はい、特製ステッカーを目指して頑張っていただきたいと思います。お願いします。まず最初 HS さん、ありがとうございます。ふるさと納税しない人なんで、あ完全ノーリスクで返礼品もらえて税金も減ると思うのですが、うん、いやこれはでもそういうの、経費になるとだからいいものだす、めんどくさいんだよね、なんかそういうのが、うん、分かってるけどね、頭ではね、うんうん、いや俺も一瞬考えたことあるけど、賢い人はみんなやってる、やってる、ね、アメちゃんとか、うん、やってる。これは睨んでるよね、睨んでる、うん、いいってことだよね、それ。これまあふるさとにも還元できてね。そうそうそう、できるからね、うん、一色さん、ありがとうございます。センサーでつくトイレの電灯、うん、まだ使ってるのに消えるのなんでこっちがいますよって知らせるために体を動かすの面倒です。わかる、わかるわ。これね、そう、手でこうやってね、あとさ、勝手に流れる散らばっちゃってね、おしっこが散らばっちゃったりして、うん、いや、それは知らんけど勝手に流れるやつない？あるある。もうあれもう腹立つの、隙がちょっと、そうそうそうそ う, そう、いや、まだ続いてるよ、こっちの服タイムは、うん、まだしょんべん出してるでしょうか。そうそうそう、矢野がね、うちの矢野がまだ出してるでしょうかっていう、ね、息子が出してるでしょうか、うん、いや、別にそこ広げなくていいんだよ。2なんで、おお、はい、いいよ、テンポよくいきましょう、はい、黒カエルさん、ありがとうございます。転んだりして怪我した時に大丈夫って人に聞かれると大丈夫って答えちゃうのなんで、血とか出てたら なんならもう帰りたいのについつい大丈夫と言ってしまうよね。いや、まあ恥ずかしいからね、分かるわ、恥ずかしいからもう構わないで、私を見ないでっていうことでしょうね。子供の時とかもあったけど、なんかもう大人が転ぶの切ねえよな。切ないね。あと女の子が転ぶのとんでもない空気になる時あるよな。あるわ。なんだ、うん、もう見てないふりもできんやん、これに関しては。わりかし街で1回ぐらい見るもんね、転んでる女の人。そうで、カバンとかさ、うん、ボンって中身出ちゃうのとかさ、出ちゃうよ、ズサーっていくの。そうマジでカーリングぐらいな、スーっていくもんね。携帯とか飛んでったりね、うん、あるね。1なんで行くかと思って1なんでかな。また HS さん、はい、ありがとうございます。アイドルが結婚した時わりかし本気でへこむ一般人なんでどうせ無理だろうと。いや、これわかるわ、これわかる。へこむ必要ないもんね。いや、それだ、うん、いけると思ってたのっていう。いや、でも俺は森高さん結婚した時へこんだけどね、石洋介さん。なんで？いや、でもやっぱ応援する時に何かあるかもしれんとかっていう、うん、あるわけないやん。いや、もちろん分かってんだけど、分かってる、もちろん分かってんだけど、うん、そういう、まあだから応援の仕方もいろいろあって、うんうんうん、なんか夢見てるボーイズたちもいるやん、そういう。いけると思ってると、うん、付き合えるとか、なんか完全にちゃんとは考えてないけど、うん、なんかもしかしたらあるんじゃねえかみたいな。ああ、うん、そういう人がいるの。いると思うよ、なんだったら結構いると思うよ。あ、そう、俺はもう絶対ないと思ってるから3なんで。それに共感、共感だね、これは。 HS さん伸ばしてきてますね。はい、タカコ N さん、ありがとうございます。年配の人の家ってカレンダーと時計がいっぱいあるのなんでカレンダーあるな。あるで、結構ちゃんと書いてるよね病院とかあるな、コープとかね、あるな。あれなんでやろうね。いや、もらうやつ全部貼ってんじゃないの。あと、まあ年いけばさ、うん、早いから、うん、その感じたいのかな。感じたいんだろうね、そういう。ちょっとなんか切ない。なんでだね、うん、2なんで。水木さん、ありがとうございます。 SNS に体温計載せて熱出たアピールする人なんでわざわざ写メ撮って文章を考えれるくらい元気やついてくるね。そういう方がいらっしゃるんですね。毒針なんでね。なるほどな
一撃で殺すやつ。そこそやね。女の子とかね。あるんだ。あるんよ。インスタとかで。きついだ。要はまあ単純に言ったらファンに心配されたいみたいな。だそのきついっていう顔もちゃんと補正されてるわけでしょ。されて、まあ何回か撮り直して。で、なんかやってるわけでしょ。全然元気やんか。っていうのを言う。ああ、わかります。2なんで。はい。とちしんさん。ありがとうございます。100% おならだと思っておならしたのに、たまにうんこ出るのなんで。それはもう君のスキルの問題だよ。活躍金のスキルだ。5割の時の話は前もしましたけどね。斉藤さんもなんかやるってさね、これ。いや俺はもうどっちか分からんけども、ギャンブルね。ギャンブルのやつなんよ。あ、ギャンブルボムだから、ただ 100% 大丈夫っていう時にたまに来る、奥底から来る、汁物っつうのがあるよ。隠れ汁物っつうのがある。京都、お味噌汁、世の中にある。あ、これは、1なんで。これは分からんわ。しんしんさん、ありがとうございます。競馬解説の人、おすすめ馬に5頭も6頭もあげるのなんで。そんなにあげたら空当たるやん。1頭だったらちょっと厳しくないか。まあ解説の人やから、これもまあっていうね。まあ4までやな。そんなにあげるんだみんな、っていう人もいるよね番組で。でもまあやっぱり当てたいっていう気持ちがあるからな。あといろいろ言われるしね。そうなんよね。大変、もう向こうや必死やから。そう、見てる方が。1なんで。モーリーさん、ありがとうございます。プロ野球の球場の広さ、それぞれ違うのなんで。そうね、タイトル争いとか意味ないや。これはたまにね聞きますけど。これってごめんなさい、例えば6球団あるじゃないですか、まあ、セパ、試合数はこの球場は全部一緒です。全部一緒っすよ、ね、ホームアウェイは半分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 だ。全部一緒っすよね。まあ、だからでも結果一緒っすよ、ね、チームとしては一緒なんですよ。というのもホームラン入りやすい球場は、バッター有利やけどピッチャーが不利やから、それだから同じ数やから。だからペイペイドームはホームラン出やすいじゃないですか、今出やすいね。でも他の5球団も同じ数だけペイペイドームで戦うわけでしょ。もちろんそうです。じゃあ結果一緒でいいと。結果一緒だけど、一緒だけどね。バッターとかタイトルのことを考えると、まあね、ホームランタイトルのことを考えたら、まあ神宮とか東京ドームとか、まあペイペイはホームランテラスができてから増えたよね。だから、そういう意味で言うと、ホークスはピッチャーが、まあ、それこそ石川君とか防御率低いのは、逆に知ってる人からしたらすごいよって話にもなるよね。あ、なるほどね。まあ確かにね、これはもう、まあ、強さ、順位とかには全く関係ない。関係ないね、同じ数だけ、同じ球場で、打たれたりするわけやし。そうよね、これも2なんで。モンモンさん、ありがとうございます。焼肉食べたいとき、熊野プーさんのハーチミーツ食べたいなみたいに、いや焼肉食べたいなってアピールしてくるのなんで。ゼロなんで。前もありましたね、こういうの。ゼロなんです。お前の周りのそいつだけやっていう。一辺の曇りもない、ゼロなんですね。会ったことないんだよ、我々。はい。前なんかありましたよね。君の常識はみんなの非常識かもしれない。なんだったっけな、あったんだよね。あったね。ゼロなんであったね。お前だけやってる。エロ本の。エロ本の。エロ本の漫画家だけ先生つけの何っていう。特殊なやつが周りにいるっていう、ね、何ですか。焼肉食べたいな、焼肉食べたいの。奥さんとか彼女とか純然たるゼロなんでかな。ごめんなさい、はい、矢野ペイペイさん、ありがとうございます。居酒屋やラーメン屋などに行くと、入り口の取っ手などに頑張って支度中、感謝の気持ちで営業中などありますけど、いちいちアピールしてくんのなんで。当たり前のことだと思うんですけどね。やっぱね、匿名性の強さだよね。これは俺言えないもん。これだけもうツンツンに尖ってるでしょ、これ。これ3なんで。いや、俺も思ってたけど、やっぱこれは言えんもんね。郷ひろみだよ、もう。これは言えないよ。まあ、分かったよというね。そこのアピールいらないと。粛々とやってくれってことでしょ。厳しいな。分かる。嫌なこと言うな。ただ3なんで。ビンヤンピョンさん、ありがとうございます。エコカーでめっちゃ飛ばすやつなんで。俺前あったわ、プリウスでギャンギャン抜いていくやつだったらと思うよ。いや、ちょっと待って、
なんだろうね、狐の皮かぶった、いや面白いな、羊の皮かぶった狼みたいな。いや、こんなの別に関係なくない？いいや、エコカーでも飛ばす人はいいんや。なんか乱暴なことするとなんか優しいエコじゃねえよなんて。エコカーでも急いでる時はあるんすよ。なんかちょっと高圧的な運転するとこれも車用車とかじゃないの？なんかいや、それもうプリウスだったらそれもうちょいなんか優しくしてくれって。いや、これはでもしょう。でもちょっとわかる、笑っちゃうな。これ2なんで、はい、面白いな。いいよ。 Y66 さん、ありがとうございます。トイレの個室に入ってる時、鍵かかっとるのに扉開けようとしたりノックしてるのなんで、うん、中に入ってるって分かっとうやん、うん、あなたも大変な状況かもしれんけどこっちも大変たい。待っとかんねえ。これはもうね、席を持ってる者、強者の言い訳ですよ、これは。外にいるやつの方が危ないんですから。いや、プレッシャーをかける意味で僕はノックします、うん、待った後ね、うん、3分、いや、これがね、分かる、待った後僕はノックします、うん、ちょっと待ってノック、あとね、うん、本当になんか何回も寄せては返す時あるんですよ、うん、で、その時俺はなんかこんなこともゆっくりできないのかってなってすげえ虚しくなるよ。あ、中入ってる時、中入ってて、なんかスタッフが待ってるとか、うん、なんか前に人が待ってるとか、うん、はい、時にこの大変な状況なのにこんな焦らされるのかっていう、うん、何なんだ俺の人生はと思うんだ。でもそこはちょっと気持ちやっぱ巻いてる。でもそういう時もあるんだけど、うん、なんかゆっくりやるやついるやん。いる。あとなんか、なんちゅう、携帯見たりとかさ、そういうやつがいるっていう事実も知ってるから多少プレッシャーかける気持ちも分かる、ね、いやもう寝てんのっていうぐらい出てこないやついるやん、うん、俺だって何回か店員に言いに行ったことあるからね。ちょっと全然出ないんですけど、普通に平気な声して出てくる。ゴリさんとかはね、もうあのボムはノータイムで行けって、ノータイムで出るまで我慢してトイレ行けっていう。もう座ってドンじゃないと入っちゃダメだっていう、うん、あのかなり偏ったそういう場所だ、あの、そういう場所だって言ってる、神聖な場所だって。でも俺はノックするな、うん、1なんで。ごめんなさいね、うん、これなんて言うんですか、洋式草、なんて言うんですかね、イノシシですか、ね、イノシシ、腸草、いいですかね、草、うん、まあ、洋式さん、はい、かわいい動物を見るとぬいぐるみみたいという女子なんで。動物モチーフにぬいぐるみ作ってるから順番逆。確かにな、おっしゃる通り。これはすごいね、もう矢野のなんでは引退かもしれんな。もうここまで来られるとやっぱもうちょっと、いやすごいね、この前に撮ったんですよ、久々にね、矢野のなんで、あの本家のね、本家の撮ったんですよ。もうパンチが軽いっていう、いもうね、僕が判定してね、全部1なんででしたもん、はい、で、矢野がもうみんなに押されて出せなくなって、うん、出せなくなってる。だ火力が強い、久しぶりのオクラの匂いがしてるて、してるっていうね。いや、これは逆にあげましょうか、あれは、うん、これ2なんでですね、うん、3じゃない、これ2ですね。ちょっと恐怖を感じてます。いや、それは勘弁してください。何ですか、その後輩に選手があの、ね、目をつむような真似せんとってくださいよ。すいません、ちょっと3あげるとグイグイきそうなんで、2なんでです、すいません。お前はちょっとすご強くなりすぎてしまったかもしれない。これは強い。次で15、はい、ラスト、ラスト、ヒューガ1225さん、ありがとうございます。芸能人が不祥事を起こした時にツイッターで失望しました、ファン辞めますってわざわざ言うやつなんで。勝手に辞めとけ。わかる、別にこれはわかるわ、なんか別に言う必要ないし、あの、そのそういうののやつの前までの投稿を見てると、うん、そんなファンでもないんよ。これはでもどうなんかな、失望送っちゃうんじゃない。でもその人たちで成り立ってるみたいなところもあるじゃないですか。いや、こいつらで成り立ってないよ、こいつはそんな金落としてないやつだよ、これを言うやつっていうのは。あら、ちょっと待ってください、うん、ただただちょっと攻撃したいとか言う、うん、あのにわかというかね、弱いファンなんよ。あ、そうなんですか、うん、俺いつも調べるもん、あ、そんなファンじゃねえな。あ、実際に来るやつ、来るやつですか、うんうん、あ、俺にじゃないか、人のやつも見る、人のやつ調べてほしい。パトロール欠かさないですね、うん、要はね、まあ、承認っていうのもあるんですけど、うん、まあ、自分っていう存在がファンがなくなって苦しいやろうというので自分の、まあ、価値を見出してるっていう。で、向こうからしたらあんまりそんなの気にしてないっていうね。ちょっと斉藤さん怖いですね、なんか。いや、これはもうこういう悲しいちょっと話なんで、ね、2なんで、まあ、言う必要ないっちゅう、ね、言う必要ないよね、うん、はい、ということで、はい、今日もね、はい、最近あれ出てないね、あの
上位陣たちがランキングが変わってきてるかもしれん、ね、もしかしたら、まあ、こうタイミングのやつで呼んでるから後に来るんかもしれんけど、うんね、ということで、まだまだ、コメントにて、なんで、はい、募集しておりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。